ハスラーズは2019年のアメリカ合衆国の犯罪映画。監督はローリーン・スカファリア、主演はコンスタンス・ウーとジェニファー・ロペスが務めた。本作はジェシカ・プレスラーが2015年に発表した記事ザ・ハスラーズ・アット・スコアーズを原作としている。本作におけるロペスの演技は絶賛されており、賞レース参戦に値するアウト・オブ・サイトで見せた抜群の才能はロペスのうちにずっとあったが、それが本作でようやく輝いた彼女のキャリア史上最高の演技と評されている。2008年リーマンショックの影響で世界経済は冷え込んでいた。性風俗産業もその影響を免れることができず、金回りが目に見える形で悪くなっていた。そんな中、ある30代のシングルマザーが生活費を稼ぐためにストリッパーになったが、思うように稼げずにいた。デスティニーたちは真面目に働いても生活が苦しいのに、経済危機を引き起こしたウォール街の男たちはなぜそうも変わらず豊かな暮らしをしているのかと不満を募らせていた。やがてデスティニーたちは、古参のラモーナをまとめ役にしてある計画を実行に移すことにした。その計画とは、金持ちの客を泥酔させ、その暇に彼らのクレジットカードを不正に使用するというものであった。このペテンは予想以上にうまくいき、気分が大きくなった彼女たちは、さらに大胆な手口で男から金を巻き上げるようになった。しかし、そんな彼女たちが警察に目をつけられないはずはなかった。括弧内は日本語吹き替え2016年2月29日、ジェシカ・エルバウム、ウィル・フェレル、アダム・マッケイが本作の制作に着手したとの報道があった。5月、アンナプルナ・ピクチャーズが本作の配給を手掛けることになった。2018年8月6日、ローリーン・スカファリアの監督起用とジェニファー・ロペスの主演起用が発表された。10月、アンナプルナが本作の配給権を手放し、その権利を STX エンターテインメントが購入した。また、コンスタンス・ウーが本作の出演交渉に臨んでいるとの報道があった。2019年3月、カーディ・ビー、リリ・ラインハート、キキ・パーマー、ジュリア・スタイルズ、マーセデス・ルール、マデリーン・ブルーワー、フランク・ホエーリーの出演が決まった。4月、リゾがキャスト入りした。本作の主要撮影は2019年3月22日に始まり、同年5月4日に終了した。ロペスはベテランのストリッパーを演じるにあたって、主要撮影の2から3ヶ月前からポールダンスの練習を始めたのだという。ロペスはダンサーのジョアンナ・サパキーの指導のもと、週に数回の厳しい特訓に励んだ。その結果、ロペスはポールダンスのシーンをスタントを使うことなく、自ら演じ切ることができるようになった。本作の全米公開に先立ち、ロペスは YouTube に特訓の様子を収めた動画をアップロードした。コンスタンス・ウーも正体を隠しながらストリップバーで働いて技術を磨いたという。2019年7月17日、本作のオフィシャルトレーラーが公開された。9月7日、本作は第44回トロント国際映画祭でプレミア上映された。本作はザ・ゴールドフィンチと同じ週に封切られ、公開初週末に2700万ドル前後を稼ぎ出すと予想されていたが、実際の数字はそれを上回るものとなった。2019年9月13日、本作は全米3250館で公開され、公開初週末に3318万ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場2位となった。本作は批評家から絶賛されている。映画批評集積サイトのロッテントマトズには165件のレビューがあり、批評家支持率は 87%、平均点は10点満点で 7.48 点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、ジェニファー・ロペスが見せたキャリアベストの演技のおかげで、ハスラーズはユニークな犯罪ドラマに仕上がっており、人生の応援歌にもなっている。同作には奥深さと知性も備わっており、それらは印象に残るビジュアルにもマッチしている。となっている。また、メタクリティックには36件のレビューがあり、加重平均値は79、100となっている。なお、本作のシネマスコアは B- となっている。ありがとうございます。